メカチューンは自動車エンジンの改造の一手法であるメカニカルチューニングの略語と言われている特にレース用などの目的で既存の自然吸気エンジン本体に改造加工を施し下級機筒を用いず機械加工で出力向上を図ることを指す量産エンジンをメカチューンで改造し大幅な出力向上を狙うのは耐久性など 出力性能以外の性質を度外視する点で大きなリスクを負う。従って一般にそのようなエンジンはドライバーに対しての負荷が高く維持にも問題を抱えるという点で市街地での使用には耐えない。ただし振動や強度等の問題点を的確な理論に裏付けられた技術によって全て対策し制作されたものはある一定の耐久性能を有するものもある。 グループ N 規定の耐久レースやラリーにおけるメカジューンされたエンジンはその例である。耐久性などの欠点やリスクを補うため F1 やルマンに代表される世界各式クラスのレースでは市販エンジンを使用せずメーカーによるオリジナルエンジンを搭載できるカテゴリーが多く存在する。はじめから目標馬力が高い設計であれば当然高出力にも耐えうるからである。また レギュレーションでオリジナルエンジンの使用が規制されているレースカテゴリーでも市販エンジンと同じ形の部品をゼロから作り直し使用しているチームもある市販車両においても近年の燃焼解析技術や制御系技術の向上デジタルデバイスの採用等により市販状態でありながら 100PSL を超えるエンジンも珍しくなく顕著な例としては ホンダノビテックエンジンや三菱自動車のマイベックエンジンが挙げられる。カムカク依の調整、ポート加工、吸排気系の変更、吸排気流路の表面処理、流体力学の知識が必要。デメリットとして馬力向上を目的に最大トルク発生回転数を高回転へシフトさせると低回転から中回転域でのトルクの減少が発生する点がある。これは 吸気脈動効果や吸気管制効果の減少、及びバルブタイミングの特性による。バルブタイミングについては、カム角位相の調整に加え、可変バルブタイミングシステムも効果的である。だがレースでは、高回転しか使用しないため、ビテックなどの可変バルブタイミングリフト機能を無効にし、高回転に特化したカムを使用する場合もある。圧縮比の向上。 燃焼室形状の最適化、電子制御直噴技術、吸気混合比及び添加時期の最適化、熱力学等の知識が必要。圧縮比や排気量の向上は理論最大出力増加につながるが、ノッキング、デトネーション等によりエンジンが損傷するリスクが増しやすい。動的バランスの最適化、修道抵抗の減少により出力ロスの低減を図る。 材料力学、機械加工などの知識が必要。修道部におけるクリアランスの調整や潤滑系統の最適化を含む。エンジン回転数上限を上げ出力増加を図ろうとする場合は、バルブスプリングのサージング減少や、ピストンリングのフラッタリング減少、出力上昇に伴う過信力の増大、各部品の機械的強度の相対低下等が発生し、 多くの機械的対策を必要とする。ありがとうございます。